キア,キアタイガース、キアタイガース、キアタイガース、キアタイガーズは、韓国のプロ野球チームである。縁コ地、ホームタウンは、甲州広域市。本拠地は、同市内の甲州キアチャンピオンズフィールド、2014年、沈みより、2013年までは、甲州無党総合競技場野球場を使用。このほか全羅北道群山市にある、群山月明総合運動場野球場でも、 主催試合を行っている。チーム表記をキアタイガースとしているメディアもある。もともとはヘテセ果カが所有していたが、2001年にキア自動車に買収され現チーム名になった。2019年シーズン終了時点で11回と、史上最多の韓国シリーズ優勝回数を記録し、出場した韓国シリーズではすべて優勝している。 1982年プロ野球発足の時、オーナーの出身地である、当時の全羅南道甲州市を本拠地に創設。初年度は、選手構成にも苦しむほど貧しい戦力で苦戦を強いられた。結局1982年は4位に終わったものの、翌年の1983年、強打を全面に出して、MBC 清流を下して初優勝を飾った。 1985年までは打線に比べて投手力が劣り、再び優勝争いから遠ざかっていた。1985年後半、先導列の入団とともにチームの上昇球団に変貌し始めた。その後も当時のルールだった地域優先ドラフトのおかげで、フランチャイズの全羅南北道地域出身の優秀な選手たちを独占的に確保して、 王者の戦力を保つことができた。それで、1986年から1989年にかけて、韓国シリーズ4連覇と、韓国初の連覇を達成。1996年から1997年にかけても、韓国シリーズを連覇、二度目の連覇も、韓国初だった。1983年から1997年の15年間、 韓国シリーズに9回出場して全部勝利している。しかし、1997年シーズンオフに訪れたアジア通貨危機は一時代を築いた名門チームの運命を変えることになった。親会社のヘテグループはもともと食品事業を軸にしていて規模も小さく他の球団の親会社と比べてチームへの支援は貧しい方だった。FA 制度など存在しなかった。 当時の制度の下で幾度も優勝を重ねた優秀な選手たちの年俸を極力抑えてチームを維持してきたがこの経済危機の影響で経営難に陥り普段でも物足りなかったチームへの支援が断たれてしまったそれでチームは主軸選手のトレードで得たトレードマネーで運営費に充てる事態にはまりそれまで築いてきた戦力は あっという間に解体されて弱体化の道を進むようになった。チームを支えた選手たちがトレードや FA などでチームを去る形外化。最後の優勝からたった2年間で再開候補の一角になり下がった。そして、ついに18年間チームを指揮した金王龍、キム・ウォリュキム・ウン・ヨン監督まで2000年シーズンの後サムスン、ライオンズに移籍。戦える戦力を備えることのできなかったチームは、 18年間チームを指揮して9度優勝に導いた名称に残留を嘆願することすらできないほどだった。金王流が去った後は、かつてのチームの中心打者で当時コーチを務めていた、金城館、金ンハ藩ンが監督に就任。金城館は、チーム最初の生え抜き監督になる栄光を手にしたが、チームの前途は依然として暗いままだった。2001年シーズンまでタイガースの売却先を、 見つけ出せないまま、主力選手の金銭トレードで当てた運営資金も底をつき、9度優勝を誇る、名門球団の存続すら危うくなっていた。同年7月、各方面の努力の結果、本拠地講習に組み立て工場を持っている現代、キア自動車グループが球団の買収に合意、シーズン途中の8月にチーム名をキアタイガースへと変更した。タイガースのニックネームは、 その名に9度優勝の歴史が重く押しかかっていて、その歴史に誇りを持っている地元ファンを配慮して、そのまま引き受けることにした。韓国プロ野球では、球団買収と同時にニックネームまで変えるのが一般的であるが、タイガースだけは他のチームとは違って、名称が継承された。2001年シーズン途中タイガースを買収した、キア自動車は、中日から退団した李翔藩、李性範。 ビジョンボムを復帰させる。ほか、翌年から現代キア自動車グループの資金力をもとに戦力補強の着手。ヘテ時代末期の弱体化された戦力を強化して、昔の栄光を取り戻そうとした。その会議もあって、2002年。2003年は2年連続でレギュラーシーズンに入れ、ポストシーズンに進出した。しかし、両年ともプレーオフで敗退。2004年は？ レギュラーシーズン4位で、準プレイオフ出場もまた敗退。2005年は、序盤から不審で、ヘテ時代から数えても球団史上初のシーズン最下位に転落した。2006年は、投打共に立て直しに成功し、トサンベアーズとの激しい4位争いを制し、準プレイオフへ出場したが、ハンファイーグルスに敗退した。時代は、韓国シリーズ9度出場で全部勝利、一見、 ポストシーズンに強そうな印象を与える同チームだが、意外にも、韓国シリーズ以外のステージでは弱く、ヘテ時代から通算すると、プレイオフ、準プレイオフワイルドカード決定戦のステージでは2勝9敗である。特に、2002年プレイオフ第5戦から2006年、準プレイオフ第1戦まで、プレオフ、準プレイオフの試合で7連敗を記録した、2002年のプレイオフ第5戦。 2003年のプレイオフで3連敗で敗退2004年の準プレイオフで2連敗で敗退2006年の準プレイオフ第一戦。ヘテ時代の異業があまりにも強く影響をしていてファンからは韓国シリーズ出場すらできない状態に不満を持った過激派のファンたちが球団の公式ホームページの掲示板などを通じていつからあんな弱いチームになったんだ。 キアになってからは何も良いことがない。ヘテとキアは別のチームだ。キアに栄光なるタイガースを名乗る資格はないなどと、苛立ちを募らせたりしいた。2007年においても5月頃から再開に、低迷したことで、ファンの間で球団のチーム復興への意地を疑う、動きが極まれ、団長や監督など球団首脳部が、球団の公式ホームページの掲示板や、 球場外や席の弾幕で激しい非難の声に叩かれた。これに対して球団側からホームページの掲示板の一時閉鎖及び名誉毀損の疑いで数人のファンに対して訴訟を起こすなどの事態にまで発展した。こういう不満に加えて老朽化した本拠地の無党球場に代わる新球場の建設を求める声も大きくなっているが、公衆市側は予算の問題を挙げて 新球場の建設を渋っていた。2007年は2年ぶり2度目の再開に終わり、契約が1年残っている、ジョ・タダシカン、ソ・ジョン・ファン監督を解任。SKY ・バーンズを韓国シリーズまで押し上げた実績のある、ソ・ヒロシ・ゲン、チョ・ボム・ヒョンドコーチを監督に昇格させて、データ重視の野球で、チームカラーの刷新を狙い、またサイ・ヒロシ・ワタル、チェヒソプ、ジョ・ザイ・ウォー、ソ・ジェウン。 コセリマといったメジャーリーグ出身選手の思いきり補強を行い、シーズン開幕直前予想では前年優勝の SKY バーンズに対抗する強力な優勝候補の一角とまで評された。しかし、これらのメジャーリーグ出身選手たちが揃って故障を及び、不振に陥い、西広し渡る助座用は戦線離脱と二軍落ちを繰り返し、 リマはシーズン途中解雇されるなど期待を大きく裏切った。結果6位で上位進出はならなかった。2009年は開幕前指して下馬票は高くなかったが中盤まで上位につけると夏場になり7月末から8月中旬までの11連勝で波に乗り首位に立ちそのまま12年ぶりのレギュラーシーズン優勝を飾りた。その背景としてはガトームソン。 ロペスの両外国人投手の活躍で最強の先発投手陣が出来上がったこと、LG から4月後半トレードで移籍した金曹、金サン金ョン、元メジャーリーガーの西広志渡るが本塁打を量産したことなどがある。またチームの快進撃により、本拠地の公衆、無党野球場は何度も入場券が完売する、満員御礼となり、ビジターのソウル、 三室野球場などにも大勢のキアファンが押しかけ、かつてないプロ野球人気の向上に大きく貢献した。韓国シリーズでは、SKY バーンズを4勝3敗で破り、経て時代以来12年ぶりの韓国シリーズ優勝を成し遂げた。同年11月14日、読売ジャイアンツとの日韓クラブチャンピオンシップにも出場したが4から9で敗れた。2010年は、 金総研など主力選手の故障、ロペスの不審、また2009年限りで退団したガトームソンの穴を埋める外国人投手に恵まれなかったことや、6月から7月にかけての球団ワースト記録となる6連敗もあり、5位にとどまり、ポストシーズン進出に失敗し、韓国シリーズ連覇はならなかった。2011年は、レギュラーシーズン4位となり、2年ぶりにポストシーズンへ、 進出したが、準プレイオフで SK に敗れた。同年10月18日、総本元監督が契約期間を1年残して辞任し、先同列が2012年より17年ぶりに古巣へ復帰し、監督に就任することが発表された。2012年3月末、4月7日のレギュラーシーズン開幕を前に長年チームの顔だった李性藩の現役引退が発表された。 同年は5位で2年連続ポストシーズン進出に失敗した。旧急男性となった2013年は8位。2014年も2年連続8位と会に低迷し、同年で先導列監督は辞任した。2014年10月、金子代監督が就任した。2015年は19男性にプロ野球が拡大する中、7位だった。2016年は、 レギュラーシーズン5位で5年ぶりにポストシーズンへ進出するもワイルドカード決定戦で LG に敗れた。2017年は8年ぶりにレギュラーシーズンで優勝し、韓国シリーズではトサンベアーズを破り11度目の優勝を達成した。2018年はレギュラーシーズン5位でポストシーズンはワイルドカード決定戦から出場したがネクセンヒーローズに敗れた。 2019年5月16日、最下位に低迷していた責任を取って、金子大監督が、任、僕教職監督代行が就任し、同年は7位で終えた。2019年10月15日、初の外国人監督マット・ウィリアムズが就任した。1982年の球団創設以来の、コーシウムと総合競技場野球場の横で、新球場。 公衆キアチャンピオンズフィールドが2013年末に完成し、2014年シーズンから使用している。ダグアウトは三塁側に変更している。キアの漢字表記はキアだが、発音とハングル表記が同じキガとの混同を避けるため、韓国での公式表記はキア、タイガースである。これは、親会社であるキア自動車が生産する自動車にも、英語表記を用いている。 しかしキアは、キルドインアクション、任務遂行中の死者の略語でもあるため、キアという表記は不適切であるという一部指摘もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。